はい、こんにちは。昔の道具と庶民の歴史。今日はね、江戸時代のお風呂事情についてお話しします。江戸時代の日本人はね、日にね、1回から2回、必ずお風呂に入ってたって、ね。よく聞く話ですよね。日本人はお風呂が大好きだったって、本当によく聞きます。でもね、間違ってはいません。間違ってはいないけど、これはね、江戸の町の話じゃないのかなと思いますね。お風呂といえばね、五右衛門風呂が有名ですけどね、外でね、大釜でね、お風呂に入るっていうのがね、多かったと思うんですけどね、大釜の上にね、桶を、底が抜けてる桶をね、合体させましてね、下から火を焚いて、お風呂にするっていう、こういう五右衛門風呂っていうのがね、こういうね、五右衛門で、この下にね、釜があって、奥戸さんでね、火を焚くんですけどね。この五右衛門風呂はね、また別動画で説明しておりますので、まあ、概要欄に貼っておきますんで、下のね、ぜひ見てください。そしてね、江戸の町はこういうね、銭湯っていうのがあって、もう近くにね、必ず銭湯があるんで、みんな行って入ってたと思うんですけど、もちろんね、大阪とか大きい町ですよね。各藩でも、お城の近くとかいうね、城下町で職人さんが集まってるようなところ。ではね、こういう銭湯っていうのがあったと思うんですけど、それなりにね、人口密度が多くなかったら銭湯っていうわけにいかないんですよね。田舎の方に行って田んぼがずーっとあるようなところでね。もう銭湯に行くだけでも大変っていう。ね、車を買ってピューッと行くわけじゃないですから。だから、やっぱ田舎の方ではね、同じようにお風呂好きっていう風になってたのか、ということですよね。要はね、田舎の方に行っても、近くに温泉がある場所。ね、温泉地とかありますよね。そういうところではね、やっぱりね、週に1回ぐらいは、ちょっと遠出してもお風呂に入りに行こうって、いうことがあったようです。でね、近くに温泉がなかったらね、さすがにね、頻繁には行けないですから、月に1回とか2回ぐらいにお風呂に入るっていう、そういう流れだったと思いますね。でね、近くに温泉がない、っていうことになったらどうやってお風呂に入るのか。どっちかといえばね、東日本の方が温泉は多いみたいですね。で、西日本の方が温泉少ないっていう感じでね、お風呂に入る頻度も違うんですけど、武家はね、武家さんはやっぱね、内風呂作りますよね。自分の家の中に内風呂を作ります。でもね、田舎の方に行ったらね、農家でもね、内風呂作ってたんですよ。でね、内風呂といっても家の中にね、お風呂を作るっていうよりちょっと離れ、ね、小屋みたいなのを作って、で、まあ、井戸のそばで作って、で、お風呂にしてたんでしょうね。火事の恐れがありますから、江戸の方では火事になったら町全体が燃えてしまうんだけど、田舎の方はね、ポッツ、ポッツ、ポッツとね、家を建ててますから。火事になっても、そう、類焼っていうのはあんまりないんですよ。だけど、自分の家が全部燃えてしまいますからね。だから、お風呂場が燃えても、こっちに来ないよ。っていうことで、ね、離れ。で、お風呂。トイレとかお風呂とかね、炊事場とか、いうようなのを別棟にするっていうことがね、多かったみたいですね。火を使うところね。割と農家の人でも自分の家を持ってるぐらいの農家であれば持ってたんですよ。内風呂。自分のお風呂。持ってたんで、そんなにね、こう、農家は貧乏だっていうわけではない。大地主はもちろんね。だけど、こう、小作人とかでも自分の家、ね、借家にしろ何にしろ持ってるっていうところにはね、お風呂がついてたりするようなこともね、多かったんで、お風呂はあったんですよ。あったんですけど、
そのお風呂を沸かすのが大変ですよね。こう、井戸から水を汲んでね、こう、桶でね、こう水を入れて、で、火をくべて、湯を沸かしてっていう、それで順番に入れよう、みたいな感じになるわけだから、結構手間なんですよね。だからね、毎日入るっていうのはなかなかしんどいと。いうことで、月に1回か2回っていう感じになるんだろうと思うんだけど、ここで間違えてほしくないのが、お風呂に入るっていうのが、湯船に使うことなんですよね。だから、たらいに水を入れて、体を拭く。これはね、たらい、女性は、ちょっと家の中とか土間とかに持ってきたりして、やったりしてただろうと思うんだけど、男性はね、もう井戸の水を、で手ぬぐいでこう、ぐっと絞ってから体を拭くっていうのはね、ちょっと汗をかいたらするっていう感じだったんだろうと思いますね。だからね、まあ今で言ったらシャワーをかぶるっていう感じですかね。もう一気にこう夏だとかザーッとかぶったりしてね、やるからシャワーをかぶるっていう感じで、必ず体を拭いてたんだろうと思うんですよ。だから、日本人がね、温泉好きっていうのはもう間違いないですね。なぜかって、やっぱり水が豊富なんですよね。水が少ないところではなかなかお風呂入れないですから。それなりに水が豊富だっていうところがね、こう、綺麗好き、お風呂好きっていうことになって、僕が言うお風呂に月に1回から2回しか入らないよっていうのは、湯船に浸かるお風呂のことですね。体を洗うのはほぼ毎日やってたという、日本人はお風呂好きっていうのはもう間違いないと思いますね。で、やっぱりね、髪を洗うとかいうような、ね、瓶付け油とかでこうやってつけてますから、銭湯でなかなか洗ったらダメっていうところもあるんですよ。そのくせ銭湯の近くに髪結屋さんがあったりするところがあるから、洗ってもいいのかなとかいうのもあるんだけど、家でね、こう、行水のようにしてから水で洗ってから髪結屋さんに行くっていうこともしてたようなんで、まあ、こういう、行水も含めていったらもう毎日お風呂に入ってたんだろうなと思いますしね。東日本と西日本だったら西日本の方がお風呂入るの少ないっていうのは、多分西日本の方が暖かいから、行水がやりやすいんですね。真冬に行水きついですからね。寒冷地では。そういうことじゃないのかなと思うんですけどね。持ち家のない人がどうやってお風呂に入るのかって言ったら、こういうね、なんかこう書かれてますけどね。まあ物乞いとかいうような人もね、いろんな人がいます。今でいうホームレスですね。そういうような人もいるんですけど、もう日本はね、川が綺麗ですから、行水はできるんですよ。洗濯もできるんですよ。だからね、今のホームレスよりかは清潔かもしれないなって思いますね。そしてね、そんなにね、日本の身分差別はちょっとね、外国と違いますから、物乞いで、こう来たらね、こう、お米あげたりとかね、大根あげたりとかするんですよね。そういうようなこともありますからね。まあ、この話をしてたら、なんか、バンされたらいけないですから、違う、チャンネルでやらないといけないかなと思います。江戸の銭湯ですね。江戸時代のお風呂事情。これね、もう今度は江戸の町に関して話しますね。